はい、てがーです。というわけで、本日はですね、バック強駒パレードを着てるということで回していきたいと思います。はい、でざっと新駒見ていくんですけど、ライラね、はい、神ターンの時でまあまあ2手目以降だったら2ターン1000ずつの雷撃で最大2マックス2000与えられて、コンボも神駒1枚につき400で、初期が8800なんで2200ということで、普通に強いし、ステータスも優秀だから、まあ持っといて損はないけど、スタメンに入るか言われたら怪しい。でこいつが、マターンの時に890の 20% デバフ、 20% デバフがめちゃくちゃ強いんで、メルベとかにね、あのバフ補正の時とかはロックとこいつ入れとけば結構やれるんじゃないでしょうか。コンボもね2800出るからかなり強い。はい、で目当てはこれラウナス。俺ちょっとこれ沈まれ使ってみたいと思ってて、トゥールラ入れれるらしいんでこれ、うん、でも最大 1.35 倍ということで、まあ乱量はもうこれから使われなくなるでしょう、ムーニアとかね、うん、でこいつとサマーデネブとかね、あの S 枠サマーデネブに使って、こいつのちょっと火力不足なところを 1.3 倍でちょっと補助してあげようかなみたいなことも考えてます。はい、ということでもう早速回しましょうか。はい、もう今日の動画はねめちゃくちゃ短くなると思うんですけど、まあ持ってないといえばなんかキクリ姫かな、なんかそういう名前のやつがいたと思うんですけど、 S1 にさあどうなる。いや止まらないし、めちゃくちゃいい引きだけど全部持ってる。さあ強駒確定でございます。ちょっと A 駒マジ回収しよう。正直 S はもう AK A 駒回収しよう、しっかり。ちょっとブルブルが来ないんだよな最近、なんかちょっとバグって。さあ多分これは音的に来てない。さあ A 駒たくさん出そう。1234 OKOKOK A 駒止まれ、ほい OK、ほい、あーちょっと1枚か渋いな。さあどれか1体プレゼントということで、ここでどれか1体回収して OK、 S も入った。でも S より A ゴマが欲しい正直。まああのなんちゃら姫ね、リバーサルヒールのやつが来るのはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、さあもうかけら使いたくない。1234566枚、ほい、きたー、きたー、でかい。さあ最後強駒確定で、あリムタか、最後 S 確定。ちょっと何もらったか確認しましょうか。さあ、あ神がおらんのだ、神がおらんの。じゃあもう一回ぐらい引くか、もうラストね、これラスト、これラストでいきます。はい、これはもうこれ以上は引きません。はい、強駒もコラボも来るんで、ということでいきましょう。いや、A ゴマ止まれ、 A ゴマ引いて止まれ。 OK、 A ゴマめちゃくちゃあって S1 枚、止まろ、ほい、あー残念、引きめちゃくちゃ良かったけどね。はい、まあてなわけで、まあ神はね、まあ最悪なくてもいいかなって感じなんで、はい、まあまあまあ最後の一周いらなかったんですけど、まあまあいい引きできたんで、はい、良かったなーって感じです。でまああの竜のね新駒もこれから使っていこうと思うので、はい、うんはい、でコラボがね14日に発表おそらくされるんですけど、何が来るんでしょうかね。こアニメ、自分アニメねマジでコナンとかドラえもんぐらいしか分かんないんで、鬼滅とか来た時もなあ、なんかこの前テレビでなんか誰かやっとったなみたいなぐらいの感じだたんですけど、まあそれがねアニメ知るきっかけになったりするんで、まあなんか友達に聞いたら呪術廻戦とワンピースが今熱いよみたいに言ってたんですけど、呪術廻戦ちょっと分かんないんで、ワンピース大物すぎるよなとか思いながら、はい、まあそういう雑談でした。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。